2008年世界男女格差レポート、表紙男女格差指数、ジェンダーギャップ指数は、ヒエリ財団の世界経済フォーラムが2006年により、公表しているレポートグローバルジェンダーギャップレポートにて、公表されている世界の各国の男女間の不均衡を示す指標。スコアは、ランキングの形で示される。グローバルジェンダーギャップレポート2021では、156の国。 地域のデータが含まれている。グローバルジェンダーギャップレポート2020で日本は過去最低となる121位であった。グローバルジェンダーギャップレポート2021で日本は過去2番目に低い120位であった。議員のほか各国における男女格差を図る主な国際的指数としては、国連開発計画が人間開発報告書で発表している多岐の指標がある。 指標は、経済、教育、政治、保険の4分野の14の変数を総合して付けられており、そのうち13は、国際機関が提供しているデータに基づいている。下表は、グローバルジェンダーギャップレポート2021における、日本のデータで、スコアは0から2の値で表され、1に近いほど良い。スコアは、最大が1、最低が0で、小数点3位までの値。 いくつかの国はデータが存在しない。男女格差指数1から0.750.74から0.720.71から0.700.69から0.680.67から0.660.65から0.600.59から0。ありがとうございます。